皆様ご機嫌いかがでしょうか。講師のマウスバードと申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、このビデオはですね、3分間英文法無料動画講義という名前のものです。難しい英文法を小分けにして、分かりやすくビデオで説明をしようという企画です。はい、もうすべて動画は出来上がっております。すべてのデータはこちらのアドレス、http://q-ing.com スラッシュダイアリースラッシュ165、Qing というサイトがあります。そこで、ご覧になることが可能ですので、もしよろしかったらこちら全部のデータを個人で当たってください。それから、メッセンジャーによるですね、チャット講義というのを行っています。毎週夜、現在ですと金曜日に行っております。詳しくはこの、サイトをご覧になっていただければ、説明書きがありますので、もしよろしければね、そちらに、参加していただけると、私と、チャットによる、質疑応答などができます。よろしかったらそちらにもご参加ください。よろしいでしょうか。はい、それではいきなりというか早速というか講義に入ります。はい、よろしいでしょうか。はい、まず第1回目はですね、第1回目は、自動詞と他動詞というお勉強をやります。はい、私が考えるね、一番大事な文法だというふうに思っております。はい、まずこれをしっかりやってほしいですね。この勉強には必ず辞書がいります。はい、辞書ない人は今から取ってきてください。はい、いいですか。使います。はい、使わないと特に英語が苦手な人はできません。はい、いいですか。持ってきた。はい、ビデオ止めてもいいから、とにかく持ってくる。はい、自動詞って何でしょう、他動詞って何でしょう、他動詞って何でしょうというお勉強をします。はい、名前聞いたことぐらいあるんじゃないですかね。まああってもなくても覚えなきゃいけないんですが、自動詞というものは、定義を言いますと、直後に目的を取れない動詞というものです。はい、それに対して他動詞っていうのは直後に目的を取らなければならない動詞のことです。まあ、そう言われてもピンとこないと思いますから、それのお勉強するんですけれども、そもそもまず目的語って何という話ですね。名前から聞いたことあるんですけど、目的語って何かって言われるとなかなか答えにくいですね。便宜上こういう定義をつけます。目的語っていうのは訳すとニョロニョロとかニョロニョロニとかニョロニョロエなどになる場合のニョロニョロ、ここに当たる名詞のこと、これを目的語というふうに言います。はい、そういう場合でもなんかいまいちピンとこないと思いますから、ちょっと例を挙げてどういうものかというのを説明しましょう。はい、英文がちょろちょろと書いてあります。I went to the station. I went to the station. ですね。went って go の過去形ね。いいですか ?go。go をぜひ、ここで、辞書、引いてください。そうすると、字か他が書いてあります。いいですか。はい。今引いてください。引いた。はい。ちょっと確認してくださいね。はい。引くとちゃんと字って書いてありますから、字なんですけども。自動詞は、ね、直後に目的を取れない。どうやら駅に行ったって言いたいんですけど、駅に行った、駅、その駅、ね、ここね、その駅っていうのが、ここね、ここが訳すと、この駅にですから、ステーション名詞だし、どうやらここは目的語。ところが、直後に取れない。ということは、これは実は英文として、間違いなんですよ。罰、正しくない。直後じゃなきゃいいんですよ。ここ目的語、自動詞なんでしょ。なんかおまけがですね、これ前置詞って言うんですけど、いいですか。駅に行った、直後じゃなくて、自動詞の場合はね、自動詞の場合はなんか前置詞つける。この場合は to、 この場合は to っていうのは、実はこの語を引くと、辞書に引くと、どこそこに行くという意味のときは、to を使いましょうというふうに書いてあるんです。だから辞書がいるんです。いいですか?で、だから I went to the station とこうなりまして、私はその駅に行った。こういう意味になる。これは直後じゃない。ちゃんと前置詞が間に入ってくれてる。で、went と、ね、went to the どこそこと使うのが、普通だというふうに辞書で書いてあるので、正しいということになります。はい。ここまでいいですか?はい。そしたら今度、I had a pen と。私は一本のペン持っていたという英文ですけど、一本のペンを、おがあるね。ノロニョロおに当たる名詞、ペン名詞ですから、
どうやらこれは目的に。で、他動詞、辞書引くんですよ。ハブの過去形ですから、ハブ引くんです。そうするとハブは他動詞って書いてあります。はい。だもんですから、他動詞だと。ということは、直後に目的語はないといけない。あ、あるある。ある。あるから、これは実は正しい M。はい。それに引き換え、こっち。一本のペンを持っていたって言いたいんだろうけど、ここね。ここがどうやら目的語だと言いたいんでしょう。直後に持ってこなきゃいけない。なんかおまけがついてますね。はい。自動車ってなんかおまけがついてれば条件にはかなうんですけど、他動詞ですから、こんなおまけあっちゃダメなんですよ。つまりこれ×英文としてはこの2番目と3番目が正しい自動詞と他動詞の役割とこういう2種類が英語にはあるんだというのをいうことをですねまず、英語が苦手な人はまず覚えてくださいこれができないと、この後大変なことになっちゃうので、ぜひこれをしっかりまず覚えててもらいたいこの定義ね、はい、なかなかすぐ覚えられないんですよはい目的語取る方どっち自他どっち取る方よ取るのは他動詞ね。目的語直後に、取れないのは自動詞。ごっちゃになっちゃうんですよ。いいですか？ここしっかり覚えてもらいたいというふうに思います。はい。なかなかすぐには覚えられないでしょうけどね。はい。なんとか早いうちにこれがもう即答できるようになってもらいたいというふうに思います。はい。よろしいでしょうか？はい。それではですね、ここで確認問題というのを出します。はい。確認問題ね。はい。英文4つ書きました。はい。I arrived at the station. I arrived at the station. I reached the station. I reached at the station. はい。さっきみたいに丸×判定をしてくださいという問題です。はい。これをね、考えてほしいですね。辞書など何を使っても構いませんから、むしろ使ってください。自信がない人は必ず使って、それで、丸×判定をしてみてください。今やった知識でできます。はい、これを活用して、丸×判定をしてください。はい、これを後半のビデオで確認します。はい、今からメッセンジャーをやっている方は、この丸×をつけてください。はい、それ以外の方もね、ちゃんと、辞書を使っていいですか、むしろ使って、とにかく何を使ってもいいですから、自分なりのお答えを、決めてください。決め終わったら、後半のビデオで、回答と解説を見て確認をしてください。